太郎、ブログ北朝鮮決議棄権について説明より一部、北朝鮮による今回の核実験に、対し厳重に抗議し断固非難するこれは山本太郎も同じ思いであり決議してそれを示す必要があると考える。決議後、それを受けた安倍総理の演説では、さらに、我が国独自の措置の検討を含めとしっかりと宣言している。我が国独自の追加的制裁は危険だ。あくまで国際的な合意と協力の形にするべきと考える。なぜなら、相手側の挑発に対して、より独自の強硬姿勢を示すことは、挑発に乗った形になる。我が国との緊張状態は、より強まる。それは、相手側の思惑にはまったことに等しい。そうでなければ、わざわざ核実験などを行わないだろうし、水爆実験成功とは、とても言えない結果を、大成功と喧伝もしないだろう。国際協調で制裁を強める以外に独自に制裁を強める宣言はかまってちゃんに真正面からがっつり独自でかまってしまう形だ。それを避けるためにも国際協調のもとと決議する冷静さが必要なのではないだろうか。挑発に乗ってリスクにさらされるのはこの国に生きる人々だ。勇ましい言葉や独自の強硬姿勢、舐められてたまるか。マットなアプローチがどうしても必要だというのならば、高浜原発再稼働など悪い冗談でしかない。少なくとも、日本海側の原子力発電所は、撤退に向けて大至急、ことを進めなければならないだろう。そして、残る理由は2つ。1、拉致問題も、今回の核ミサイルの決議に加えられてしまえば、追加的制裁の影響により、問題解決が遠のいてしまわないか。拉致被害のご家族の高齢化が進む中、配慮すべき大切な部分である、に国際的な核不拡散体制、など聞こえのいい話はあるが、世界には何度も人類を終了させるだけの核兵器がまだまだ存在する。専門家によると、米国は70年も先の2080年代まで核兵器運用を想定しているそうだ。結局、この矛盾を前向きに大きく解決へと進めない限り、お前ら散々開発して核兵器山ほど持ってて俺たちにやめろってずるくねの解消はありえない。核保有国のより具体的な削減案を唯一の被爆国として引き出し、それをカードに北朝鮮との交渉を我が国が主導する意気込みこそ本物であり、そのような決議こそ拉致問題に対しても新しい展開が生まれるアプローチではないだろうか。このような決議に対して危険を示すことへの風当たりの強さは十二分に理解しています。この先、我が国がアジアと世界の平和に対してリーダーシップを示していくなら、決議の中身も深みのある内容が望ましいと、問題提起を含めた危険を選択しました。民の声へ続く。